はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコングです。今回セルマックススーパーヒーロー攻略ですね、まあやっていこうかなと思ってます。左から3凸2次2次2次、1凸2次フレンド2次です。まあ見てご覧の通りね、イベさん3体ぶち込んでの、今回セルマックスになります。やっていきましょうか。リングレベルはわりかし高め、イベさんはね全員低いです。低いというか、まあ育ててないんで、ご飯は高めだったかな、ちょっとあんまり覚えてないですけどっていうレベルで、まあ最初攻撃受けることから始めましょうか。よで、極ベジはちゃんと超必殺技打ちいいのっていう感じでやってったらいいんかな。でこいつがバカみたいに強くて、本当にまあ受ければ受けるほど強い強すぎやろ。986万ってマジでそのピッコロさんやべえって。貫けー、うわ撃つんか。いやまあまあいいでしょ、ピッコで全部持ってくんじゃんマジで、うん、そうあってもおかしくないけど。さあこっちはこっちでね、まあガンマとあれで頑張りましょうか。ガンマとガンマとご飯ですね。ご飯ちゃうわ、ごくバインドや。さあ443、まあここ2ターンかかる感じかな、どうだろうな、2ターンかけたくねえな。頑張れ、もうちょい頑張れ。 OK ナイス、これで回心出したらわりかし火力出るんだよか、多分知らんけど。ボン、あー足りねえな、足りねえっすね。これちょっとまずいか。あ、結構食らうな。9万か。9万結構食らうね。そうか。残り 1.5 あるのに、このひらめは結構。おお、すごい食らう。すっごい痛い。すっごい痛いわ。あなたの攻撃。たまんないわね。全然減らん。怪人出さんとちょっときついかな。さい。おー、真ん中でマキシマムブラスターか、まあいいでしょう。さあご飯ちゃん頼むよ、会心出ればワンちゃん。オッケー、つえつえ、ご飯、このゆでさんのご飯の動画も出していきたいね。このご飯つえは、そうや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 、このご飯登場ターンは強いんだった、忘れてたよ。別に何しようがいいんだがね。少しおまけをしておきました。なんだろう、ラオウにしか見えない、本気の戦いラオウじゃんこの ラオウがですね強くてですね、まあ、大幅上昇で中核率必殺が発動すると、気力プラス2も出るんで、まあかなりでかいダメージが出ると。顔でかまあ強い強いですね。うん、みんながご存知の通りこいつは強いです。化け物級に、化け物級に強いです、はい、これが2ターンとか3ターン続くようだったら、まあまあとんでもないことになるよ。まあ多分2ターンは続くんかな。まあ仕上がってないね、まだまだ仕上がってないね。こいつだけで持っていく自信はあるからね。 OK、 さあまあ大切なのは超必殺技を打つこと。うわーしょっぺーな、2発だけか。頑張れー、バチーン、ほい、もう一発、あーそれじゃない、頼むもう一発。 OK ナイス、それをやるだけでもでかいわ。これは柱かなんかか。残り3ゲージ。
さーってと残り3ゲージですね、まあ、遠そうに見えて実は遠いっていうね、間違ってはない、ね、遠いね。ちょっと待機弾下ろしとこう。おーいいね、マキシマム、マキシマム、マキシマムはうまい調味料だよ。みんなマキシマムや舐めてみて、あれ買ってみて、美味しいよ普通に。お肉とかにある。まあいいや、何でもいいや。ほい、オッケー、ナイス回心、おお、ナイス追撃、素晴らしいよピッコロさん。いや、オレンジピッコロ、俺ピロ、俺ピコ、俺、まあ何でもいい。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、その追撃性能。ほほ、やばい、一人で全部持っていく気やこいつ。これがね、オレンジピッコロの強いとこで、火力はさながらね、こうやって巨大化して不死身状態になりながらもう超火力、まあ、追撃出していくし、あとはディフェンス面もかなり優れてる、言うならまあダメージカットとかも優れてるんで、まあ、かなり強いキャラですね、ポジション的には。もう一旦続く、もう一旦、オーケー、ナイス、3本持ってきた。もう一旦続いてほしいね。もう一旦続いたらもうやばいわ、もうもうやばいよ、もう止めれんよ。殺す俺お前倒すやば、おピコロゲーやんこれ。ご飯なんていなかったよ。あーしょっぱいな、もう一発撃って欲しかったけどな。2発撃ちからの2発撃ちとかねしてほしいんだけど、なかなかしょっぱい。もう一発撃ってよ、おーいいね、このギリギリの。頼むぞオレンジピッコロ。オレンジピッコロでだってゲージ全部ほぼ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 全部持ってってるもん。見てこれやばない、もうあんだけあったゲージよ、やばないこいつ。で変身はできないので、まあもちろんちょっとここは受け性能がねちょっとまずいんですよね、さすがに。なんで、ちょっと先頭使います、さすがに先頭使います。で倒します簡単なお仕事よ。はい、これでいいでしょう。はい、勝ちました。まあ問題はそのどう持ってくるかっすよね、このピッコロ。はい、オッケーってな感じで、いかがだったでしょうか。まあイベさん3体入れてもいけましたね。攻略のポイントはオレンジピッコロをいかにその最終ステージで登場させるかっていうのと、まあ念のためにその極ベジですね、まあゴッドコンビも一緒にいるとまあいいです。で、このチームのポイントなんですけども、劇場版ヒーローでまとめ上げつつ、まあ、スーパーヒーローフレンドを、導入してます。で、ガンマをリーダーにした理由っていうのが、まあもちろんそのイベさんガンマ1号2号の底上げですねっていうのが、まあ一番強いかなと思います。で、ご飯に至ってはまあ突然イベさん3体で入れるかやるかということで、まあ、ご飯入れたんですけども、まあ、正直ね本当にバインド、ゴッドコンビ、それからオレンジピッコロがいればいいかなと思います。でオレンジピッコロフレンドも虹が多分今湧きやすい状態になってて、デフォルトで多分置いてると思うんですよ。要するにプレイヤーじゃないやつですね多分、置いてると思うんで、まあ、それを使ってもう最終ステージオレンジピッコロ入ります、あもう終わりです3ターン続くようだったらもう勝ち確だと思ってください。2ターンだったらちょっとまあ何とも言えない状態ですね。どうしてもこのメンツ倒すのが早すぎるんで、まあ、そこがちょっと難しいかなと思います。で今回に至ってオレンジピッコロが最初のターンで出て、で2ターン目に2ステージ目、3ターン目に3ステージ目っていう風に、まあ、うまい具合調整できたんですけど、これが逆だった場合、オレンジピッコロが2ターン目登場の場合だったら、なるべく2ステージ目は倒さない方がいいです。はい、
まあ、ファーストステージも倒さないのが一番ベストなんですけども、ファーストステージはいかんせん体力が相手低いんでちょっと難しいかなと思うんですけども、まあ、2ステージ目、まあ、要するに3ステージ目でいかにオレンジピックを出すかがポイントかなと思うんで、皆さんぜひね、まあ、やってみてくださいってな感じで、ご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。